メンタルエッセスクールです。今日のエンジョイライフセミナーいかがだったでしょうか。そうですね、楽しかったですって一言で言っちゃうとそうなんですけど、でも幸男先生から痛いところをたくさん疲れるようなお話をいただきました。はい、どういったところが痛いところだったんですか。そうですね、自分を信頼するっていうところですかね。なかなか信頼しきれない部分があるので、その辺どうやったらいいのかなんていうことも含めて、いいお話を聞けてよかったと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。